珊瑚礁に囲まれた名護市周辺の円形。中央下が辺野古岬。辺野古弾薬庫は沖縄県名護市辺野古にある米軍海兵隊の基地。総面積は約1.21平方キロメートル。アメリカ海兵隊キャンプシュワブと現在埋め立てている辺野古新基地の北側に隣接する辺野古弾薬庫は海兵隊の弾薬庫として使用されている。弾薬庫の多くは 福土式となっている。1992年、辺野古弾薬庫を使用している、第三補給大隊が所属していた第9、旅団駅無支援軍が解体され、第3海兵兵隊軍が管理、辺野古弾薬庫の南側に、キャンプシュワブが隣接している。米国立港文書記録管理局によると、この各兵器組立て班の存在は、米軍全4軍が沖縄に、最大18種類、 千二百発以上の核兵器を配備し、有事の際には分解して、日本やその他の地域に核を分解して持ち込み、現地で組み立てるという計画が千九百九十四年、佐藤の密詞であった若泉隆氏が、百六十九年十一月の佐藤・ニクソン会談後の共同声明の背後に、有事の場合は、沖縄への核持ち込みを日本が事実上認めるという、 秘密協定に署名したことを証言した。現在、辺野古弾薬庫に隣接する海域で、普天間基地代替施設となる基地建設のための埋め立てが進められているが、それに合わせて、辺野古弾薬庫の大規模な改修工事も行われ、新基地建設と一体となった辺野古弾薬庫の機能強化を進め、米国防総省の統一施設基準書が定める、航空機の安全な離着陸のための 周辺建造物の高さ制限は標高約55メートルと定められている。現在進められている辺野古新基地建設において高さ制限を超過する NTT ドコモや沖縄セルラー電話の携帯電話基地局は撤去や移転で調節しているが辺野古弾薬庫の面積の3分の1ほどが標高55メートル以上の高台にありその上に弾薬倉庫が立つ。 同様に、沖縄工業高等専門学校も高さ制限を約7メートル超過しているが、沖縄防衛局は、米側と調整し航空機運航の障害にならないと判断したと発表している。辺野古弾薬湖の両側に、辺野古弾層とソ日差し弾層の弾層2本の存在があることが指摘されている。それは、また新基地建設予定地の真下にも伸びている。 可能性があるとして調査が進められている。また崖崩れなども起きており、海底のマヨネーズ状の琉球石灰岩の地層とともに地質的な脆弱性が危惧されている。ありがとうございます。